俺たちは呪春を攻めればいいんだな。我らは長篠へ向かうぞ。過去に戻ればあのことやり直せるかな。やめておけよ、性格の不一致は解決できないって。わしらは討伐軍として陽蛇に対抗してきた。じゃが今ではほんの一握りしかおらん。そろそろ覚悟を決める時かもしれんな。陽馬が人と手を結ぶなど考えられん。印象は何か勘違いをしていそうじゃな。平清盛が復活したと聞いた。噂では人を操る妖術を身につけたという。操られてしまった味方と戦う、恐ろしくて俺にはできそうにない。この戦いの真実見抜かなくては。中は医療に散った。敵の大軍を食い止めるため自らの退路をも閉ざし整絶に戦い抜いた果てに。しかし甲虫の救出は本当に不可能だったのだろうか。自問する法徳の脳裏にふとある記憶がよみがえった。それは医療へと援軍に向かう途中手取川で見かけた妖魔の一団のことである。あの時あの場所に戻れるのならば、あるいは。確信にも似たひらめきを得た法徳は一軍を率いて時を渡った。やはりそれがしの記憶の通りであった。この地には妖魔軍の兵器が集められている。これならば医療へ運搬可能な兵器も見つかり申そう。そうか、閉ざされた扉を兵器で破壊できれば。しかりさすれば必ずや甲虫殿を救えよ。出るからには責任を果たさないとね。Get in there!
Shake it!
きよ。せいぜいあがくがいい。敵将軍を討ち取った。凄まじい威力だな。この兵器を医療に持ち込めれば、かように巨大な兵器できなさない。やはり透析者を得ることを一義に考えれば。撃て撃て、これを使い込ませるな。攻撃参上。
お仕置きよ。
てやがれ。敵将討ち取った。ついに投石者が我らの手に。ああ、これで甲虫殿を助けられる。私の責任果たせたかしら。投石者は医療に向けて進発いたした。甲虫殿を救い出す準備は整ったかと。ならば再び医療での戦いに臨もう。今一度過去を変えるのだ。上々の戦果